さあ、今回はマッスルブラスター、つまりはラピッドブラスター、筋肉済みでやっていきたいと思います。ね、凄まじい速度で敵をなぎ倒していきます。しかも割と狙いは大雑把でもいいというおまけ付きですね。まあこのカスタマイズはあああるあるって感じなんですけど、まあ、だからといって、まあ、使うかって言ったらノーでして、でいざ使ってみたらめっちゃ使いやすかったんですよ。なので今回使ってみます。もう終わり、あれ私が終わりくそおのれし、あ棒が積んでて安全靴、これ天敵なんですよね。あの2発で倒せるんですけど、筋肉を積むことでラピッドブラスターね、相手がインクを踏んでいた場合はなんと即死させることもあるんですけど、安全靴を履いてる場合は2発で倒せないことが多いんですよ。あの即死がなくなるわと。なので、まあ、そこちょっと見極め、もうどの道バリア持ってーら、おのれ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 、ここまで防御積んでる人と対峙するとはね、企画倒れもいいところだよ。しかしあのホットブラスターに打ち勝ち、そして塗り勝ってこそ今回のこのカスタマイズを押していくことにつながるんだよ。終わり、 OK。 さすがに直撃取ってから2発目はね、最低限、もう終わり、 OK。 ねね、こうしてみるとずるい感じあるでしょ。なんか一発目適当にかすっただけなのに、なんかもう終わりみたいな。はい終わりね、即死、はい即死悲しいバカめこっちだぜ俺はと思わせておいて、実はその私もバカめこっちだぜをされてしまったわけですね。漫画とかでよくあるあれですね、アニメとか。さてと、終わり、そこにいるんだよ、もう終わりだよ。あ、まだ生きてる、遠かったか、気をつけて。距離によってはやっぱり威力ちょっと下がったりとかもあるんでね。おら、マネトン、マネトン、来る、うわ、オッケー、ナイス、助かった。捕らえた、オッケー、いいねいいね、熱い勝負熱い勝負。多分ホット来るよ、ホットなブラスターが来るよ、気をつけて。いたー、もう終わり、終わらない終わらない終わらない、気をつけて、後ろから来そうだ、終わり、オッケー、早い早い早い、うわあ、うっそ、そこにいたの、まずいかもな、この状況でのキルは。しかもバリア溜まりましたね今、キュピンっていう光が頭が光り輝いていたので気をつけましょう。下から、上から行ってもダメだからな、こっから2人同時に行くっていうのはどうなんだ。制圧していけ、塗らねば勝てない、そしてキルも取らない、うわっ、うわ無理か出くわしちまった、よし取った、ナイス。でも塗り勝てないだろうな、キル取らないときついだろうな、なんかおるし、なんかおるし、くっそ負けたか、なんか飛んでいきましたけど、こっちのトルネードですが、まあそこまで状況変わらずですかね。多分トルネードの発射が間に合ってなかった感じかな。ギリギリ発射を間に合わせた感じでしたし、まあそれでもおそらくベストな方向に打っても足りてない感じですね。あの時点でキル取られたのが痛かったかなという感じで、いい試合でしたね。うん、このあの人抜けないでほしいですね。ぜひとも今回はこの筋肉ブラスターの練習に来てるんで、むしろ天敵との試合っていうのはもっと積極的に、よし、おる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 ね、よかったよかった。防御や安全靴を積んでるって場合は、まあ、あの爆風で足元を取っても、生き残って逃げてたりするんですよね、安全靴の場合は。だからこそ正確に当てる必要があると思ったら味方なんですけど、おのれ、じゃあどうしようかな、塗り的によく分からない、あ、いる、こんにちは、気をつけて、バケツもいる、見えたよ今、終わり、 OK。 やっぱこのズルしてる感じね、卑怯だね、適当に打って倒してる感じがあるからね。トラップ使っておきましょうか今回、上、私を見ないで、でもそう、必ずしもそう、あ、でもあかんわ、あ、この人あれや、殺意高いわ、武器
あの人がな、私を犠牲にしてなんかダイナモ倒せたとしても、あの人復活速度あるし捨てジャンもあるから大して旨みないな。ダイナモを止めるということに意味あるんですけどね。終わり、OK。 うわ、いや見えなかった、マジかよ。どうしましょうかね。今回はハイレベル。なんか意外と見つかる。あ、いる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 。絶対おる。あれ、これで死んじゃう？マジで？うそー。おのれダイナモ。散々弱体化を食らったというのに、未だにステジャンがいるという恐るべき装備ね。うん。何回も言いますけど、もう初期のローラーをなんか使い回すことによって新武器作れるんじゃないですかね。あのデンジャラスローラー。ダイナミックローラーみたいな感じで、うん、そんな感じで怖いな。あっちに何かいるんだけどね。あー、センサーつけられたくなかった。おる、倒せる中。オッケー、取った、でかい。おら、オッケー、取った、直撃。突っ込んできた。これたまにされると困るんだよな。うわー、クイックボブで殴り殺すための装備をしてらっしゃる。あのサブ効率まで、サブ効率と筋肉までつけてるってね、え、意外と最近リッターさんあんまり見ない気がするんだけどね。ボムラッシュの方が怖いというか。逃げろ、今だね。よし、これ塗りましょう。ケツ気をつけて。勝てるんじゃない今度は。掴んだ、オッケー。次はダイナモ。めっちゃおる、入れ食い入れ食い。あばー、まあ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 、大丈夫大丈夫大丈夫。モザイコンでしまったら勝ちですよ。よし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 。まあでもだいぶ最後とか、リッターの直線乗りもあるか。あー、思ったより危なかったかもしれない。うん、あと10秒遅かったらアウトでしたね。よし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 。あー、いい感じいい感じ。では最終戦。あー、ちなみに動画では初でしたっけ、塗り、あの縄張りバトルのポイントはプラス1000になりました。うん、なのでなんかあの塗ってる感出ます。塗ってる感出ます。でね、あのダウニー君からサザエがもらえるようになったりしたんですけど、まあできることはね、もう一発でサザエあげるよ。でんでででで、サザエを999個もらったが理想なんでね、まだ受け取っておりません。調子ボーナスもらえないのは少々痛いかもしれませんが、まあ、もともともらってなかったと思うんでね、そんなにめんどくさかったんでね。なんでそう、999個のサザエ同時獲得を目標にシーズン2はやっていきたいところですかね。はい、さっきのブラスターさんと戦いたいな、戦いたいな、戦いたいな。まあ戦えますから見ててください。戦えますから。戦うと言ったらあれは嘘だ。くー、あー、でも別のブラスターさんが敵に回ってるから、あの人を標的にしていこうかな。もう来てるね、ロンブラかな、来てるの。オッケー、動いちゃダメなんですよね、これ罠なんですよ。動いたらインク踏みますからね。踏んだら最後ですよ。オッケー、あと一人持ってきた。オッケー、ナイス、全滅。いいねいいね。よし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 。え、味方のか、あー、でもこれ任せていいかな。バケツ、まあバケツの人が一番塗りやすいかな。残りジェットとロングと私のラピッドブラスターなんで、誰が塗り早いかって言ったら、あなんかパンって出ないけど、なんか出たぞ。気をつけて。一応相手ほぼ落ちてる。いや、オッケー、動いちゃダメなんだぜ。ブエ、動いちゃダメなんだぜ。私もね、ちゃんと様子見なきゃ。出会い頭にぶつかってしまいましたね。しかしなんかときめきを覚えたりとかそういうのはないですね。うん、芽生えたのは殺意だけです。己のピックボンは絶対にね、今回。あれ、めっちゃ巻き返されてる。うっそ、うっそ、ぴょーん、ぴょーん、マジかよー。
だよう溜まってますね。だよう溜まってますね。丸見えだぜ。で、あれでしょ、勝てると思ったら、だよう、バーンと思ったら、あっさり引きましたね。いって、まずい、たけちゃーん、たけちゃーん。ちょっと待って、やばいやばい、こっち来すぎでしょ。OK、一人。細かい自陣塗りできないからな、今回のこっちのチーム。きついね、こういうことされると。止まって。おっ、はい、判断早い。ああいうの嫌い。嫌い。カモンって言われましても、え？なんかおるの？怖いことや。カモンって言われましても、なんか後ろからカモン飛んできたけど。どうしよう。敵は今のところ見えない。あんまり上から行きたくないけど、ちょっと急いで。こんにちは。オッケー取った、いただき、おし取った、逆転、いいよいいよいいよ。あー落ちちゃった、落ちちゃった。黙ってー。溜めたかった。うっそー、即死ねー。でももうこの打ち合いは勝ちでしょね。先手を取った方がブラスターは勝てる印象がありますので、いけるいける。この辺ちょっと見る、うわやばいやばいやばい、おわわ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 わ。なのでちょっと新しい武器を考えたりもしてるんですけど、まあその中で今回真っ先に触り出したのがラピブラですね。塗りポイント30万ぐらいまではまず使っていきたいところですね。あのほんとね、あのなんかキル取れへん、うまくいかんって時にね使うと、なんか気持ちいいぐらい、なんかあの、あ、こんなにこんなに楽に倒せちゃうんですか、でもお高いんでしょみたいな感じで楽しめるんで、ラピブラ筋肉はあのハマるとすごい最高に気持ちいいんで、ぜひお試しください。ありがとうございました。